オークロードとなった俺が食えば、飢える者の支配下にある者は死なない。邪悪な企みの駒にされていたようだが、賭けるしかなかった。だから俺は食わなければならない。食い合いは俺に分がある。お前は負ける。俺は他の魔物を食い荒らした。ゲルミュッド様を食った。同胞すら食った。同胞は飢えている。俺は負けるわけにはいかない。この世は弱肉強食。お前は負けたんだ。だからお前は死ぬ。俺は負けるわけにはいかない。俺が死んだら同胞が罪を背負う。俺は罪深くとも良い。皆が飢えることのないように、俺がこの世の飢えを引き受けるのだ。それでもお前は死ぬ。だが安心しろ。俺がお前の罪も全て食ってやるから。俺の罪を食う？ああ、お前だけじゃなく、お前の同胞全ての罪も食ってやるよ。同胞も含めて罪を？お前は欲張りだ。そうだな、俺は欲張りだよ。強欲な者よ。俺の罪を食らう者よ。感謝する。俺の飢えは今満たされた。コク、オークディザスターの消失を確認しました。安らかに眠るがいい、ゲルド。王よ、やっと解放されたのですね。この度の勝利、心からお祝いいたします。オークロードを倒し、ジュラの森、いや、俺たちの町に平和が訪れて終わるはずだったが、トレイニーさんの策略により、俺は後日戦後処理の会議の議長をすることになってしまった。会議の進行はサラリーマン時代から苦手なんだよな。コク、重要な目標を達成しました。よし、目標達成。そうだ、ベニマル、貴人たちと話があるんだ。みんなを集めてくれるか？よい。打ち滅ぼしたら自由にしてもらってもいいという約束だ。今までご苦労だった。リムル様、お願いがございます。なんだ？何とぞ我らの忠誠をお受け取りください。私たちはこれからもリムル様にお仕えしとうございます。いいのか？異論はござらぬ。んだ、あなた様に会えて自分たちは幸運であります。私はリムル様の秘書兼護衛ですよ。絶対に離れませんからね。我らの命果てるまで。なんだか嬉しいな。よし、戦後処理会議気合い入れていくか。戦後処理会議には多くの種族の代表が集まった。結果として多くの罪は問わず、俺たちの仲間に迎えることになった。ジュラの森の各種族間で大同盟を結び、将来的には多種族共生国家を作りたいと言ったら、なぜかトレイニーさんが宣誓しだし、俺がジュラの大森林の新たなる盟主となり、ジュラの森大同盟が成立した。大きな戦いの余波か、東方の魔物が生きり立ってるみたいだな。俺が巡回に出て
魔物たちの討伐しておきますよ。ジュラの大森林の名手になったばかりだし、ここは俺が動いた方がいいかな。ベニマル、俺も出る。一緒に行くぞ。はっ。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。コク、新しいスキル試してみるか。上昇率を開示します。コク、コク、よし、出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。行くぞ。噛み砕く。食らうがいい。噛み砕く。噛み砕く。噛み砕く。持って帰るとしよう。これは持って帰るとしよう。コク、強敵を発見しました。消してやろう。エセストーム。相手が悪かった。はっ、噛み砕く。噛み砕く覚悟。はっ、噛み砕く。噛み砕く。噛み砕く。はっ、噛み砕く。食らうがいい。噛み砕く。はっ、噛み砕く。噛み砕く。噛み砕く、噛み砕く、はっ、食らうがいい。上々の成果だな。よし、完璧だな。コク、接敵を確認しました。噛み砕く、はっ、悪くない。噛み砕く。まだまだだ。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。噛み砕く、はっ、噛み砕く、噛み砕く、はっ、噛み砕く。ゴブリンの力を見たか。食らうがいい。持って帰るとしよう。
を発見しました。ん？まとめて消してやろう。デスストーム。我も負け。相手が悪い。覚悟。小賢しい。まだ待つ。食らうがいい。噛み砕く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 。貴様。まだまだだ。行くぞ。噛み砕く。行くぞ。噛み砕く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 。食らうがいい。上々の成果だな。私たちの勝利ですね。戻ったぞ。今日も豊作だな。能力の上昇率を開示します。探索開始だ。悪い、任せるぞ。コク、接敵を確認しました。まだまだ行くぞ。噛み砕く。食らうがいい。食らうがいい。噛み砕く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 。これは持って帰るとしよう。ん？これは持って帰るとしよう。コク、接敵を確認しました。覚悟。貴様。行くぞ。まだまだ。噛み砕く。は。噛み砕く。噛み砕く。は。行くぞ。噛み砕く。は。は。コク、標的を発見しました。ん？まとめて消してやろう。デスストーム。悪くない。相手が悪かった。はっ、噛み砕く。小賢しい。まだまだ行くぞ。はっ、噛み砕く。行くぞ。噛み砕く。はっ、噛み砕く。噛み砕く。噛み砕く。上々の成果だな。我らが力、思い知ったか。ん？これは持って帰るとしよう。
を発見しました。はっ、神クラック、神クラック、これどうだ、クラウン貴様、まだまだだ、はっ、片付けない、もう諦め、おぼろ黒煙山、燃え尽きるがいい、あまり舐めてもらってはこの手バグラッグやったか、せいおぼろ黒煙山、せいせいおぼろ黒煙山、せいせいせい、やっぱりやってくれ、燃え尽きるがいい、あまり舐めてもらってやる、まだまだだ、せいせい、どうだ、せいせいせい、おぼろ黒煙山、悪くはなかったんじゃないか、よし、目標達成。あ、リムルさん、お疲れ様です。東の方が静かになったってトレイニーさんが喜んでましたよ。ベニマルが暴れ回った、いや、鎮圧してくれたから少しは落ち着いてきたか。すぐに手を打って正解だったな。あ、そういえば多くの人がベニマルさんたちを探してましたね。お詫びするとか償うとか。それはちょっと放っておけない状況かも。様子を見に行くか。鬼人の方々よ、憎しみはそう簡単に割り切れるものではない。我らはオーガの里を詫びて詫びきれはしない。虫のいい話であるのは重々承知している。だがどうかこの首一つでご容赦願えないだろうか。戦いの後、今後もリムル様のもとにあり続けたいと伝えたら快く許可していただいた。俺はリムル様のいる町を死ぬまで守るつもりだ。町を守る軍事の面から見て、有能な人材を勝手に始末するわけにはいかんだろう。リムル様に仇をなす存在ならば容赦はしないが、名士と仰ぐのなら敵ではない。あ、仇をなすなど。あの方は我らを救ってくださった。従いこそすれ敵対などありえん。では俺たちは同じ主をいただく仲間だ。せいぜいリムル様の役に立て。それを詫びとして受け取っておこう。符をゲルドの名に使って。ベニマルって器が大きいな。俺も見習わないと。あいつに名前をつけないとな。新しいオークの指導者として。オークたちに名付けをしようと思う。それでは準備いたします。総数15万の名付けか。ネーミングはもうネタ切れだな。どうしよう。数も多いけど、ベニマルと話してたオークのリーダーとかマスをごっそり持っていかれそうな気がするな。お前はオークディザスターゲルドの意思を継いでもらうべく名をゲルドとする。はあ。オークたちをしっかり導くんだぞ。はっ。10日かけて全てのオークたちに名前をつけた。その後俺がスリープモードに入ったのは言うまでもない。
ちなみにリザードマンの狩猟にもアビルの名を付けさせてもらった。名前がないと呼びにくいからね。ゲルトたちは進化してオークからハイオークになったんだよな。見た目はそんなに変わっていない？そうですね、見た目はそれほど変わっておりませんが、得た力は大きいです。我ら一同、リムル様には感謝してもしきれません。俺はオークキングに進化いたしました。いただいたこの力、テンペストのため役立ててみせます。相談がある。ハイオークたちが増えて手狭どころか住居すら足りない。ここらで町を大きくしたい。町の拡張に必要なものはあるか？リムルの旦那、ハイオークがよく働くんで人手には困らんが、建築素材は何もかも全然足りんぞ。何もかもか。わかった、急いで集めてくる。新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様、能力の上昇率を開示します。能力の上昇率を開始します。コク、探索開始だ。悪い、任せるぞ。コク、接敵を確認しました。覚悟はいいか。神砕く。上々の成果だな。よし、完璧だな。これは。持って帰るとしよう。これは。持って帰るとしよう。持って帰るとしよう。発見しました。まとめて消してやろう。デスストーム、悪くない。相手が悪かった。行くぞ。神砕く。行くぞ。神砕く。食らうがいい。上々の成果だな。コ
奥、接敵を確認しました。まだまだだ、まとめて消してやろう。デスストーム。相手が悪かった。強敵を発見しました。まとめて消してやろう。デスストーム。悪くない、相手が悪かった。行くぞ。クランガイ、行くぞ。上々の成果だな。私たちの勝利ですね。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。今日も豊作だな。リムル様、訓練が一区切りつきましたぞ。ああ、ご苦労様。さすがに宗英は特訓も真面目だな。リムル様、見ていらしたんですか。ああ、普段は秘密任務を頼むことが多いが、いつも頼りにしているからな。光栄です。コク、訓練が終了しています。リムルの旦那、カイジン、建築素材を山盛り集めてきたぞ。これでどうだ。リムルの旦那、これだけあれば十分だ。早速取り掛かるとするぜ。期待して待っててくれ。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。本来勤勉な性格のハイオークは負い目があるのか、思いのほか早く開墾を進めてくれた。鬼人たちとのわだかまりもない様子で、俺は内心胸をなで下ろしていた。安住の地として俺の町、いや、もう国と言ってもいいか。俺の小国は充実してきたのだが、そうは問屋が下ろさないのだった。いやー、こうして眺めてみると、ここも大きくなったよな。カイジンたちのおかげだよ、ありがとう。ガハハハ、あのちっぽけな村がこんなに立派にな。自画自賛したくなるな。まだまだ手を入れたいところもあるし、これからもよろしくな。ん、これはソウエイか。
リムル様、至急お戻りください。緊急事態です。緊急事態？分かった、すぐ行く。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様。リムル、リムルさん、リムルさん。コク、新しいスキル試してみるか。ペガサスに乗った騎士が数百機こちらに向かっております。え、まさか。ドワーフの英雄王ガゼルト・アルゴン。武装国家ドワルゴンを統治する英雄王ガゼル・ドワルゴン。初対面はなんとドワルゴンの裁判の場で、俺は被告スライムだった。いろいろあったが、結果としてカイジンたちと一緒にドワルゴンから追放になってしまった。だから俺の印象は悪いはず。何しに来たんだろう。リムル様、いかがいたしますか。できれば戦うのは避けたいんだが。問題ありません、蹴散らせばよいのです。それでは町への被害が。住民は逃げないと。住民の護衛は私にお任せください。そうだな、いざ戦闘になったらまず住民を避難させよう。その間俺たちで時間を稼ぐぞ。はっ。久しいな、怪人。はっ。スライムか。最初に名乗っておく。俺はリムルだ。スライムだが、スライム呼ばわりはやめてもらおう。これでも一応はジュラの森大同盟の盟主なんでね。これが本性ってわけでもないんだが、こっちの方が話しやすいだろ。で、何の用だ。担当直入人をリムル、貴様を見極めに来たのだ。見極め。この森の名士となったなどとホラを吹く貴様には文というものを教えてやらねばなるまい。その件が語りでないというのなら俺の申し出を受けるがいい。坊よ、まさか。本気で戦ってみるのが手っ取り早いであろう。我らが森の名手に対し傲岸不遜ですよ、ドワーフも。よう、トレーニーさん。森の管理者が言うのであれば真実なのであろう。ホラフキ呼ばわりは謝罪するぞ、リムルよ。だが貴様の人となりを知るのは別の話。獲物を抜け。また無礼を重ねると。いいよ、トレーニーさん。俺が無害で愛らしいスライムだってことはこいつで証明するしかなさそうだ。わかりました。では立ち会い人は私が行いましょう。はじめ。コク、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。
シクルスピア。油断した。受けてみよう。王の力を見せてやろう。英雄覇気。俺の剣を受け止めよったわ。おい降参だ。俺の負けでいい。剣を交えてよくわかった。お前は邪悪な存在ではない。よければ話し合いの場を設けてもらいたい。では勝者リムル・テンペスト。いいのかよ。それにしてもよくぞおぼろち天狗来を見切ったものよ。見事だったぞリムル。いや偶然だよ。その技は俺の師匠が使っていて知っていただけの話だ。なんだと。まさかその師匠というのは。お見事でしたな。おお剣気殿。森で迷っていたあの時の小僧が見違えましたぞ。いや失礼ドワーフ王、わし以上の剣士へと成長したようで頂上ですじゃ。剣気殿にそう言っていただけるとは。あれから300年になりますか。剣気殿とも話したい。リムル早く案内してくれ。うまい酒くらいあるのだろう。白狼がガゼル王の師匠だったということは、ガゼル王は俺の兄弟子になるわけだ。本当世の中どうつながっているのかわからないもんだ。なるほど、オークロードを倒した謎の魔物集団の調査だったと。それが敵となるか味方となるか見極めにな。リムリオ、聞きたいことがある。おう。俺と盟約を結ぶつもりはあるか。いきなり何言い出した、このおっさん。何言ってんだこのおっさんみたいな顔をするんじゃない。お前がもしもこの広大な森を全て焼酎にできたならば、我が国をも上回る富と力を手に入れることができよう。その時に後ろ盾となる国があれば便利だぞ。願ってもないことだが、いいのか。それは俺たち魔物の集団を国として認めると、そう言っているのと同じだぞ。無論だ。この話、我らにとっても都合がいい。相互に利益がある話だ。答えは急がずともよい。よく考えるがいい。いや、この話、喜んで受けたいと思う。王女にふさわしき決断力だ。さすがは俺の弟弟子よ。よし。で、お前たちの国の名は何というのだ。国の名前だと考えてなかった。
ジュラの森とリムルテンペストから名を取ってジュラテンペスト連邦国だ。ここにジュラテンペスト連邦国と武装国家ドワルゴンの同盟の成立を宣言する。良好な関係を築こう、リムル。ああ、よろしくな。リムル様、おめでとうございます。リムルさん、おめでとうございます。ジュラテンペスト連邦国と武装国家ドワルゴンの同盟が成立した。魔物たちの国家に力強い後ろ盾ができたのである。ガゼル王から俺たちはディザスターの危険度の魔物と認定されそうだったと聞いた。オークロードはハザード、魔王はその2つ上となるディザスターで、一部にはカタストロフもいるらしい。俺たちは魔王クラスと同等の討伐対象になるところだった。同盟しておいて本当によかった。ジュラテンペスト連邦国はこうして歴史に登場した。それが周辺諸国に様々な影響を及ぼすと知るのはもう少し先のことだが、リムルさん、テンペストが大きくなって警備の範囲が広がりましたよね。ああ、リグルたちには遠方まで見るように言ってるけど、それがどうした？旅の途中に注意を受けた場所なんですが、南西の丘陵と呼ばれる場所が危険かもです。南西の丘陵が危険？近場の住人が言うには、南西の丘陵は強い魔物の縄張り争いが激化してて立ち入り禁止だとか。強い魔物の縄張り争い、どう考えても安全なわけないか。これは早めに調査に行っておいた方がいいな。スミレ、ありがとう。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。リムル様、建築を実行しますか？頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。建築を実行しますか？頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか？頼んだぞ。うんうん、さすがだな。強くなったっす。
これでよりリムル様のお役に立てる。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 新たなスキルを得たようですね。新たなスキルを得たようですね。これもすべてリムル様のおかげです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 。新たな力使いこなさねば。新たな力使いこなさねば。新たな力使いこなさねば。ほほう、これはなかなか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 。強くなれたかな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 。平和が一番。